しょうやおたこさん、はい、お疲れ様。高大、今日ちょっと話があって、懇談会で、先生との話お父さんしてきました。お父さんも行った、お母さんも。いいところちょっと言っていこうかな。聞いてきてるところはね、まずなんか最近あれな、その手挙げて発表するようになった。そうか、あんまりしてないような気がする。でも1年生とか2年生の時の最初よりは発表ちょっと増えたのかな。多分、うん、仕事とか今後、例えば自分の意見言うこととかにめちゃくちゃ多分あのプラスになると思うから、それちょっとずつ頑張っていき、今まで通りでいいって。あとは高大がいじめられてるって言ってた、覚えてる？いじめられてるって言ってた。あれなんの？聞いてほしく、ちょっと教えてほしかったけど。あの注意したのに繰り返される。あ、そういうこと。それがなんかモヤモヤして。あ、そういうこと。感じ。だからどういう注意するの？例えば、あかんことを注意して、言い返される。高大が止めに入ったってね。止めに入って。そういうことな。それはな、お父さんの小さい時と結構似てて、正直いいことやと思うで、だから先生ともそれ実は話して、いいことやって言った。言われへんかった先生か。言われた。言われたやろ。ここはな、お父さんとして、あ、すごいな高大って、人に対して守ってあげれるんやなとか、守ろうとしてあげてんねんなっていうのはすごい大事。人の痛みに気づいてあげれたりとか、これは良くないなと思って助ける行動力、それをやるのって結構勇気がいることやから、そういうところはすごいなと思ったし、嬉しいかな、お母さん。そうそう、だからそれでいいと思うねんけど、先生に言われたと思うねんけど、もう何回言っても聞けへんやろその子、だからもう高大君ほっときって言われへんかった。あんな言われてない。じゃあほっときっていうのは、先生に言っておいでって言われへんかった。お父さんな、高大がいじめられてるって最初言ってたから、その君からそのうるさいんじゃとか、死ねとかっていうのを、やられてるもんやとお父さん思っとって。いや最初死ねって言われた。じゃあそれってちゃう高大めっちゃ難しいねんけど、合ってんねんで、合ってんねんけど、高大が注意して言ってきたやろ向こうは。いや、なんか奪ってくる。奪んねんの。そうやからみんなでパス回しをして、取られへんようにして、けどなんか途中でなんか取ってきたから、取り返しよ。取り返しやんな。ほんならそれでなんか死ねって言ってきた。そういうことやな。だからそういうことやね、高大。それは言うたらその子が悪いねんな。悪いねんけど、何もしてないっていうのは、例えばそれってゲームしてるやん。ゲームっていうか、そのなんていうボールを回し合ったり、してるやん。お父さんが言ってるのは何にもしてないところ、何にもしてなくていきなりおいって来る。でもこれの場合原因があるやん。言ったらパス回しをしてるところにいらんことしに来てるわけやんな。お父さんが言いたいのは、そう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 、例えばあの高大が今みたいにこう座ってるだけやのに、いきなり君が来て、あ、こうだよ、しないみたいな言ってるわけじゃないの。全く関わり合いなくおったのにいきなり言われたりとか。そうやろ。こうだよがじっとしてて何かはされてないね。何かみんなで遊ぼうっていう時に嫌なことしてくる子やね、その子は。わかる。これな、いじめっていうのと注意して言われるのとはまた別やね。いじめっていうのはお父さんとお母さんドキッとするのは、高大がなんか隠されたりとか、なんかいきなり取られたりとか、どつかれたりしてんのかなと思って心配して。ほな、そうじゃなかったってことやね。いいことしてねんから別に言われたところで、なんなのこいつ、やっぱ頭おかしいわって言ってたって、さっき友達言ってたよ。それでいいね。もう相手にしないね。だからそれでいいんやけど、3回言って、例えば死ねとか何々言うたとき、言うてきたときはもうほっとき。ほっときじゃなくて、言うてきて喧嘩するんで喧嘩しとこい。お父さん言ってるよ。今後はいじめっていうのは、何もしてないのに靴とか隠されたりとか何々するのがいじめ、それは高大の身に起こったらお父さんに教えてほしいし、例えばなんでそれが起こったんか、死ねって言われたやったら、なんで死ねって言われたんかを教えてほしいな今後。なんか一方的にいじめられてなかったっていうことと、正義感でちゃんと止めてあげてたってことはすごく素晴らしいなと思った。
し、あ、育て方間違ってないなって、高台はちゃんとまっすぐ育ってんなって、あとは 5,6 時間目寝へんことだけかな。わかる？そうそうそう、むっちゃ寝てる言うてたよ。むっちゃ寝てるし肩叩いても起きへんよとかな。お父さんも昔はあったけど、やっぱお父さんはちゃんとするって決めたらちゃんとやっとったから。いじめっていうのはどういうことやった？はい、裏で殴られたりとか死ねとか言われたり、うん、それはしかも自分が傷つくんやけど、自分は何もしてない、してない、向こうに対して何もしてない、してないのにやられたら何になるんだった？いじめやな。でも例えば高台が人を助けようとして言ってくるのは何やった？文句。そう、うん、これ今理解できたな、うん、だから今ので理解できた、それを教えたかったやん。あせや、あと一個あかんの、褒めてたらあかんの、このまま褒めな、あれやった、点数があった、点数、あ、勉強、うん、勉強80点とか90点でどうやと思う？高台、せやんな、まあまあ悪くないよな、うん、でも一個だけ言っていい？クラス30人おるとするやん、5人ぐらいがまあまあらしくて、それ以外全員100点らしいね、うん、ってことは高台どこにおる？5人ってことは後ろからこの辺やな、これどうなの？赤、やばいよな。そうそう、やばいな、90、80がいいとかじゃないあの、みんな100取ってるから、やっぱり勉強すること、あとそこやな、しっかりやっていくことは、やっぱりしっかり寝る、高台が一番な、あの言うこと聞いてくれてるし、うん、あの分かってるから、問題児はもう一人おるから集大という、うん、そこちょっとお父さんの頭悩ませたのかなと思ってるから、まあしっかり高台は、今まで通りの高台でおってください、はい、であと勉強は、頑張りなさい、はい、うん、 OK、 はい、はい、じゃあそれで大丈夫かな、うん、宿題は携帯を見ずに、うん、テレビも見ずに集中して学校で終わらせてから帰ってくる。分かった？ OK、うん、はい、じゃあ懇談会は終わりますんで、報告は、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ秀大君呼んできてください。すっきりした、よかったな、よかったね、はい、じゃあね、じゃあね、はい。3兄弟、大きい声で3兄弟、トントーダイ。